こんにちは、黒羽静子です。今日は島のいろいろ、島って私の綺麗好きな中でも飛び抜けて島が好きです。よく島は着せてもらいましたけども、私のおばあちゃんもとっても好きだったので、こう島物を集め出したらキリがなくなって、島の表情が一つの柄でいろいろに幾何模様が使えるなっていうことが分かってからなおのこと島は好きです。ぜひ皆さんも島で遊んでみてください、この型紙に長い方の中心に赤い線が引っ張ってあります。ここで柄を変えようとしています。でそういう時にはツバメの色が変わるところにこの線上を置いて、この淡い太い島がここで出てくるから、かすかにこの先端まで行くなという見込みをつけていきます。そのためのこの線で濃い色が少しだけ、そして明るい色の方を多めに取りたいっていう線のところで引いても構わないです。そしたらこれは最低8枚この形で取るとこちらの絵ができてきます。それからこういうふうに中心の斜め使いにしていくとこの形になるわけですね。だから平らな綺麗に見えないで濃い薄いがはっきりしてくるとくの字になったような立体的な星に見えてくる気がしてきます。でそういうふうに綺麗を整理していくと中心の短い方で横切った場合にはまたそれなりに黒が真ん中で集まってきたり、こういう繊細な縞模様が真ん中に八角形としてタイル模様みたいに浮き上がってくるっていうふうなことでやっていくと、この後の四角にするためにどう使うかっていうのはその後でまた背景を考えていくと、またそこでも変化していきます。ここで色変わりをするよっていうのを決めてあげると、こういう太い縞柄だったものが意外にここのところで細い縞目が1本入ってるのと入ってない方が出てくると、また表情は全然これ単体で見るよりも面白い形がどんどん出てくれます。で、ここに昔作ったこれは縞遊び、2つと同じデザインのものがないよっていう、ここから引きずられるようにやっぱり私島が好きだなと。でどうしても色目が合わない時には無地で囲ってもこの島が負けていませんと思います。でこれは六角形で始めてますので、六角形でひし形を取ると積み木っていうベビーブロックと呼んだりしてるパターンになりますけども、それが縞目をメインに考えて取るとこの三角が浮かんできますよね。縞模様を三角に使うようにこれ真ん中に縞を取ってるんですね。ですから角度が八角形から取ったものとは違いますから膨らんでますので、また表情が八角形の時と違います。これで全然同じものはないと思います。ただ縞が置き方が横縦斜めっていう風に並べておいただけ。これが横に取れば繊細な着物の縞縦縞の場合をこの型紙でこう置くとこういう風になっていくよ。ここは斜めに置いてる、ここは横に置いてる。横に置くか縦に置くか斜めに置くかっていうのを決めるのはその縞がどう見えたらかっこいいかなっていうふうに、置くだけでこう見えていくわけだから、最低この場合には3枚3枚で6枚の六角形の辺を求めていますので3種類使ってるわけですよね。でこちらの方で平らにいくだけではなくその先の三角もくっつけたヒレの取り方をしているところもありますし、全部三角三角で追っかけている場合もあります。6辺持った六角形、大きい六角形になっていったところだけで終えてる部分と、ここのところもう一回り小さい六角形をここに置いて三角と台形と三角で、ここで六角形が生まれるようになっています。やり出せば、ここは埋めないと隣と縫えないなっていうので、同じ三角形なんだけども、切れが違うっていうことで、ここで一区切り一区切り六角形で作られていて、で、縫うのはたやすいですね、六角形。ここがいびつな、ちょっとだけこう斜めった切れができてくるんですが、模様に合わせてあるので、模様と模様、寸法よりも模様と模様で縫った方が楽に縫える。綺麗に見えますから、斜めの切れの方が扱いやすいですよね。斜め切れっていうのは、縦字っていうのは伸びないっていう言われてます。次に伸びないのが横字。だから斜めっていうのは伸びます。伸びる切れは扱いづらいんじゃなくって、伸びるけども縮ませることもできる。引っ張った方に伸びるわけだから、反対の方向に引っ張れば横は縮んでくれるので、っていうくらいの気持ちで作ると、大雑把ではありますけども、作品の墓が進みます。そういったところが私は、鑑賞な人が丁寧にきちっと作った作品も素敵って思う、うまいなって思うんですけども、大雑把な人がザクザクとね、肩凝りすぎてるから力抜くわっていうぐらいの、言ってみれば洗濯した時にほどけないように縫われてればいいのさっていうぐらいのつもりで、取っかかっている人の作品の方がほんわかしてこう囁いてくれるような気がする時もあります。だからあんまり自分をやって三角のとんがったのが6枚集まるのよねっていう風な気が重いわっていうところから始めないでいただきたいなと思います。つながっていればどんどん作品って自分が可愛がってあげたよっていうところが自分がこの作品好きだなって思うところを自分で見つけてあげるっていうことも布たちに優しいかなって思うし、見返りが多いような気がしますね。見返りばっかりを望んでるわけじゃないんですけども、でも好きなことをやっていて時間が過ごせる、その繰り返しっていうのはやっぱり終わると寂しくなっちゃう。そういう作品作りが一番布にとっても楽しいんじゃないかなと思います。チェックなんですけども、島の一種なんですって。だから、縦縞、横縞、縦横縞になるわけですね。チェックっていうのは、正方形だと思わないでください。正方形のチェックは全然ないんだそうです。織物の中には。四角に見えるけども、ちょっとだけ縦長に織物っていうのは織られてるそうで。ですから扱いづらいんですね。正方形にしようとかっていう時にチェックを使ってますけども、こういう大きいチェックっていうのは布団側です。こういったものをみんなそうなんですけども、柄が同じところで8枚も取れるっていうと相当飛ばししなきゃいけないので、切れに無駄が多くなりますので、この格子のところを真ん中に据えようと置こうとしたら、こういう小さくカットしたものを三角にカットしたものなんかでは見にくいですよね。だからもったいないので、どうしても縦縞か横縞の方に形に整えるのが整えやすいので、こうなってしまいます。これも着物、男の人の着物の切れの端を、島の話をもうちょっとしますと、島のことを太物って呼んでいたみたいですね、江戸時代は。島は中国から渡ってきたものが、とっても繊細な見事な島をすぐに日本でも織れるようになったんだけど、でも庶民の手に渡るような安物の島のことをね、太って呼んでたんですね。